やれ。この程度か。
相手が悪かったな。しくせ者、怪物の打倒を誓いし盟友と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。哀れなる魂よ、どうか安らかに。女神よ、
まだまだいけるわ。どうやらあれがこの戦争の特に妨害もないみたいだし、一旦中に入って。待ってください。え？どうしたの、リースさん。間違いない。これは冥府の匂い。どんどん強くなっている。来るとしたら、やっぱり魔法陣から。いえ、これは。上です。雲か。ち、そう来たか。悪夢の紡ぎ手ども、迷宮に迷い込んだ魂を食らう恐るべき三姉妹。聖典に記された77の悪魔の眷属、暴食のアルケニこの禍々しさ、あれが本物の悪魔なわけね。こうなったら覚悟を決めてぶっ飛ばしてやりましょう。
まだまだ未熟です。Thank you.
慈悲を。
やれやれ、この程度か。Yeah.
行くわよ。この程度か。何なのよ最後のは。さすがに反則すぎない？あれはジグモ三姉妹たちの母親でしょう。しかし、なんとか追い払えたようですね。それって。また封印石。さすがに、レンの封印石で終わりかと思ったんだけど。ひょっとしたらこれは違うのかもしれません。こうして手に取ってもあまり暖かくありませんから。それって良くない意味で？いえ、どちらかというと涼しく清らかな感じでしょうか。女神のような神々しさというべきか。相変わらずの鋭さだ。黒騎士、証拠りもなく現れましたか。神父の方は未だ人事不正の身か。しかし聖魂の力を下方狩りにしか使えぬとは。なんとも虚ろで無様なことだ。しかしここにたどり着くのはもう少し手間取り。どうやら最後の駒はいささか規格外だったよ。最後の駒。その駒のせいで私の登場は予定よりも早まった。
さすがはお茶会を開いた主人と言うべきか。そんなことまで。さてと、役目を果たすとし、その石は全ての駒を手に入れたお前たちへの褒美と考えるがいい。封じられしは駒ではなくルールブックの類ではあるがな。ルールブック。ゲームを対等に進めるための知識と約束事をまとめたもの。つまりようやく正々堂々と対決する気になったわけですか。それはお前たち次第だ。一つ言えるとするならば、次なる遊戯版でお前たちは全員試練に直面することになるだろう。またちょっと待ちなさい。試練って一体何のことなの？大小様々な乗り越えるべき試練、その中にはこの私も含まれる。果たしてお前たちに乗り越えることができるのか。楽しみに待っているぞ。思わせぶりも甚だしい。うん、確かにそうかも。エステルさん。あ、うん。それよりも新しい封印石が手に入ったし、一旦拠点に戻って解放した方がいいみたいね。ええ、ルールブック、何を意味しているのでしょうか。確かに光り方が今までとは全、うん、一体誰が現れるんだろう。クローゼ、どうしたの。その光どこか懐か。え？それは当然でしょうね。この人、やっと直接言葉を交わすことができますね。一体何百年ぶりかしら。で、殿下。いや、まさかあなたは。はじめまして。そしてはじめまして。我が庭園を訪れしマロードたちよ。私の名前はセレスト、セレスト・ディ・アウスレーゼと言います。はい、こちら使用教会、エメローゼ市礼拝堂。あら、ケビン、あなただったの。まだ到着していないと思ったから教区長様に伝言をお願いしようと思ったのだけど。って、ルフィナ姉さんか。俺の方は昼前にはこっちに着いてしもたわ。姉さんの方はどうなんや。
それが事故があったとかで列車が遅れているみたいなの。そちらに到着するのは夕方くらいになっちゃうかな。そっか、だったらそれまでここで待たせてもらうとするわ。俺だけ先に帰ったりしたらリースやチビたちもがっかりするやろし。そんなことあるわけないと思う。そういえばリースの機嫌を直す方法ちゃんと考えてる？任すとけって。任務で回った各地の名物をどっさり土産に買うてきたわ。これで機嫌も直してくれるやろ。うん、それはどうかしらね。あの年頃の女の子ってそう単純にはいかないわよ。うん、そういうもんか。そういや、あいつも13か。出会ったばかりの頃の姉さんと同じくらいやないか。言われてみればそうね。いけない、そろそろ列車が出るみたい。それじゃあまた後でね。なんだったら私よりも先に帰ってくれていいから。わかった、また後でな。そっか、あれから9年になるんか。そして里帰りは2年ぶり。リースのやつめっちゃ怒ってるやろうな。ケビン君。局長さん、どないしました？そんなに慌てた顔して。それが先ほど町外れで黒ずくめの怪しげな連中を見かけた者がおるそうだ。何でも参道に向かったとか。参道って？ああ、おそらくシオンの家だろう。何か心当たりはあるかね？いえ、少なくとも騎士団絡みはないと思います。わかりました、とりあえず確認してきますわ。ああ、よろしく頼む。そうだ、ルフィナ君はどうしたのかね？列車が遅れてるらしくて夕方くらいに到着するそうです。着いたら局長さんから事情を説明したってください。どこぞの傭兵、気配からして数は5から10。しかしなんでまた教会の福音施設なんかに。グズグズしてたらリースやチビたちが危ない。仕方あらへん、なんとか俺一人で仕掛けるか。叩き込まれた武術と砲術役立てる時が来たみたいやな。セレスト、それって確か輝く輪を異空間に封印した古代人たちのリーダー的存在、そしてリベール王家の始祖と呼ばれている人物だね。どうやら私の残した情報がそれなりに役に立ったようですね。はい、あなたがリベールの始祖様。正確には違います。私は本物のセレストの影。この影の国に干渉するために再現された人格の一部なのです。再現された人格？
想像以上に複雑な事情とお見受けしました。しかしどうやらあなたは霊魂の類ではありませんね。ええ、その通りです。私のことを説明するには、まずはこの世界が何であるかについて説明させていただきましょう。本当ですか？ほぼ白くなってきたわね。ファンタズマ、それは数千年の昔、輝く輪によって構築されたより高位の次元に属する世界です。輝く輪がリベルアーク市民の膨大な願望、イメージを取り込み処理するために創造したサブシステム。多様な可能世界を実現すべく自己組織化する世界と言えるでしょう。そうですね、かなり語弊がありますが、より分かりやすく表現すると、輝く輪が人々の望みを叶えるため作り上げた虚構世界といったところでしょうか。現実感がありすぎるような気がするのですが。虚構ではあってもただの嘘ではありません。現実の世界を反映しながらも万華鏡のように変化しうる独自の法則で動く影絵の世界。そんな風に捉えると分かりやすいかもしれませんね。なるほど、まさに影の国か。そしてこの影の国は輝く輪の膨大な処理を助けるサブシステムでもありました。輪そのものではないが、それと表裏一体にある存在。私たち封印機構はその関係に目をつけたのです。封印機構、輝く輪を封印する計画を立案実行した古代人の組織ですね。その通りです。ですが当初、輪を封印するという計画は実現不可能だと思われていました。空間の絶対支配を行う輪は、およそ人間のあらゆる行動に干渉することができたからです。異空間における時間凍結、そして重力結界による間接拘束、
二重の封印方法を思いついても実行に移せる契機が見出せない。私たちは壁に突き当たりました。敵の急所は分かったが、そこを狙い撃つ隙がない。そんな状況だったわけですね。ええ、まさにその、そしてその隙を作るために私たち封印機構が開発したのがレクルスの宝石なのです。これのことですか？ええ、それは輪に頼らず直接影の国に干渉できる力を持っている唯一の端末です。本物のセレストはそれを通じて自らの人格の一部である私を影の国に侵入させました。そして私はこの庭園を拠点に影の国全体が機能不全に陥るよう様々な干渉を仕掛けていったのです。その結果、輪の処理能力は一時的に低下し、計画を実行できる隙が生まれました。今日月実を制する。武術の断りにも通じる話ですな。すごく綿密な計画だったんですね。運が良かったのもありますけど、そして輝く輪が封印された後、私はこの場所で眠りにつきました。いつか輪の封印が解けた時、後世の人々の手助けになるようにと。しかしその手助けはどうやら無用だったみたいですね。それこそ運が良かったのもあるんですけど。ですが輝く輪はどこかに消えてしまいました。残念ながらその行方に関しては今のところよく分かっていません。やはりそうでしたか。輪の存在が消えたのはここにいた私にも確認できました。これで私の役目は終わった。あとは影の国と共に緩やかな消滅に身を委ねるだけ、そんな風に思っていた時のことでした。あの影の王が現れたのは。あ、なるほど。いよいよ核心部分ね。かの者は前触れもなく現れ、庭園にいた私の力を奪いました。そして影の国を好きなように作り変えていったのです。現時点でこの世界を構成している聖層と呼ばれるいくつかの領域、あれは全てかの者が想像したものだと言えるでしょう。レン君の推測通りか。しかしそうなると。そうだぜ、あの仮面どもの正体は
あんたも知らないってことか？残念ながら、閉じられていたこの世界にどうやって侵入したのか。どうしてあなた方を取り込んで試すようなことをするのか。そのあたりの事情は現時点では私にも分かりません。参ったわね。そこが肝心。そうですね。一つ言えるとしたら、おそらく影の王は第七聖槽と呼ばれる領域にいるのではないかと思います。え？どうして分かるんですか？かの者が影の国に現れた時、最初に作った領域だからです。どのような場所であるか私にも見通せない状況ですが、尋常ならざる想念がその場所から影の国全体に行き渡っている気配を感じます。そうなんだ。第七っていうことは、現在は第五聖槽の最終地点に到着しているからね。どうやら対決の時はそう遠くはないかもしれない。上等だ。いい感じで終わりが見えてきたようだね。あとは影の王の狙いが少しでも分かればいいんだが。それやったら俺に心当たりがありますわ。あ、ケビンさん。ケビン神父、祝賀会の時以来かな。ねえ、まさかあなたまで取り込まれてたとは思ってもいませんでしたわ。それにジョーちゃんの方もな。そうね、レン、お兄さんには少し気が。それは後にしてあげるわ。すまへんな。ケビン、そのもう大丈夫なの？な、よく寝たせいか気分爽快、絶好調って感じや。しかし俺がくたばってた間に随分と進展があったみたいやな。うん。初めまして、ケビン・グラハム言います。どうやら俺らのことは一通り知っているみたいですね。ええ、この庭園からリベル・アークで起きたことは一通り把握できましたから。しかしどうやら今回の事件に関してはあなたが一番真相に近いようですね。え？ええ、多分影の国というのがどういうものであるかはともかく、影の王については確かに心当たりがありましたわ。こんな真似をするやつなんて正直他には考えられへんですし。それってケビンさんの知り合いなの？知り合いというか、なんというか、一つ言えるのは相当たちの悪いやつってことや。ずる賢く傲慢で、人を人とも思わないような冷血感。ま、そんなろくでなしかな。なんだかとんでもないやつみたいだね。うん、ズバリ聞くが、それは誰だい？それなんですけど、その答えはもう少しだけ待っててもらえませんやろか。確信はあるんですけど、いまいち決め手に欠けましてな。多分次の第六聖槽で確実なことが言えると思います。なるほど、そうきたか。どうやら深い事情がありそうだな。虫のいい頼みなのは分かってます。せやけど確信が持てたら必ずお話しすると約束しますわ。空の女神と聖杯の紋章にかけて。うん、ま、いいんじゃねえか。そうね、そこまで言うんだったら
ケビンさんが頼み事なんてめったにないような気がしますし。ま、僕も構わないよ。私は言うまでもなくかな。僕もケビンさんの判断なら信頼できると思います。レンは面白ければどっちでもいいわ。どうやらと、ああ、決まりのようだ。皆さん、おおきに。ここから先はまた俺がみんなを先導させてもらいます。改めてよろしく頼みますわ。うん。話もまとまったようですね。私の方は第七聖槽についてもう少し調べてみるとしましょう。もちろん今までと同じく宝石や石碑を通じてお手伝い。そういや、なんや、今までいろんなところで助けてくれたみたいですね。おおきに、ほんま助かりますわ。使徒様、本当にありがとうございます。そんなにかしこまらない。私は影、本物のセレストの人格の一部を再現しただけの存在にすぎません。そしてこれはかつて私に託された使命の続きでもあります。できる限りの協力をさせてください。おおきに。リス、いろいろと心配かけてすまへん。でもここから先はこの通り、一生のお願いや。一つ約束して。え？無茶をするなとは言わない。でも姉様を悲しませることだけは絶対にしないって。痛いところついてくるな。約束できる？ああ、約束する。女神でも聖杯でもなく。私自身も影ですから、これを超えることできる限り皆。Thank you.
宝刀と呼ばれし癖者、怪物の打倒を誓いし、ここに記憶のかけらと祝福、
まさか君が、いや、あなた様がオリバルト王子殿下であらせられたとは。初出の私の顔ごとき覚えてなくても無理はないさ。めったに宮廷に顔も出さなければ社交界に出るわけでもない。少なくとも出世の役には全く立ちそうにないからね。おたわむれを。そう恐縮することはない。それどころか大使には大いに感謝したいくらいさ。少しは帝国人らしく下前だの、遊びほうけてないで帰国して働けだの、いろいろと忠告してくださったからね。それはその王子、そのくらいで。大使殿はあくまで常識的な対応をなさっただけでしょう。むしろ隠していた我々の方こそ責められても仕方ありますまい。ミュラー君。確かにここらで勘弁してあげようか。実際この一月余りあなたは本当によくやってくれた。本国との綿密な連絡、在留帝国人の安否の確認、国際定期船の運航再開への協力、その他多岐にわたる案件をよくぞこなしてくれた。本当にご苦労だったね。もったいないお言葉。殿下こそ危険極まる視察、本当にお疲れ様でございました。どうやらこたびの一件は本国でも相当な騒ぎになっていた様子。今では危機が去ったことが伝わり、皆安堵に包まれているとか。それもこれも全て殿下の護衛団の賜物でしょう。今さらおだてる必要はないさ。私はただ自分ができることをやっただけに過ぎない。しかも自分の力でではなく周りの状況を利用する形でね。こう言ってはなんだが、質実剛健な帝国人気質からはかけ離れているかもしれないな。失礼を承知で申し上げればですが、今回の件に関してはそうした殿下の柔軟な発想が良き結果をもたらしたのでしょう。これからの帝国にはまさに殿下のような方が必要になるのかもしれませんな。最小閣下のやり方とはまた別にして。大使。ほう、てっきりあなたは鉄血宰相殿の支持者かと思っていたのだが、やはり貴族たる身にとって最小閣下の改革路線は反対かね。貴族とは言ってもしがない男爵位でしかありません。オズボーン閣下の改革路線も基本的には支持しておりますよ。ですが私もいささかリベールに毒されすぎているようですな。たまに閣下の剛腕ぶりが怖くなることがあるの。一体どこにエレボニアという古き帝国を連れて行こうとしているのかと。なるほどね。殿下。いや、最後にこのような有意義な話ができてよかった。今後も諸国の平和のため尽力してもらえるとありがたい。できればカルバードと協力してね。これは一本取られましたな。確かに不戦条約以来クロスベル問題は具体的な進展を見せ始めているようです。提唱したのがリベールである以上
自分の役割は想像以上に大きい。つまりそういうことですな。どうやら無用な心配だったようだね。これで心置きなく帝都に戻れるというものだ。どうかお任せください。私も今後の殿下のご活躍楽しみにさせていただきますぞ。リベール恐るべしだね。まさか帝国貴族からあのような言葉が聞けるとは。ああ、もう少し顔面な御人と思ったのだがな。確かにこの国の空気には人を変える力があるようだ。そういう君こそ、いや少なからず影響を受けてしまったようだね。いささか不本意ではあるがな。そういうお前の方はもう少しこの国の品位と節度を見習ってほしかったのだが、まったく柔らかいところだけを際限なく伸ばしおって。それが僕の唯一とも言える武器だからね。鉄血宰相に少しでも対抗できるだけの。段取りに変化は？今のところ全て順調だ。最小閣下は3日前東部諸州の視察旅行に出発した。それと入れ違いにお前は明日アルセイユで帝都に帰還する。各方面への根回しも万全の状態だ。お前の帰国は間違いなく華々しいものになるだろう。妨害要素は？情報局の四課が多少動きを見せているくらいだ。アルセイユが絡んでいる以上慎重になっているのかもしれんが、それ以上に宝刀王子の取るに足らないパフォーマンスごときと侮られている可能性が高いな。ま、実際そうだしね。だがたとえ見せ物でもここから始めるしか道はない。ならばせいぜい華々しく踊らせてもらうだけのことさ。そうだな。王子殿下、夜分遅くに失礼いたします。帝都からの連絡が届いたのですが、いかがいたしましょうか。そうか、わかった。失礼します。やあレクター、今日は姿を見なかったからどうしたのかと思ったよ。それが朝からいろいろと連絡業務が続きまして。明日お立ちになってしまうのに挨拶にも伺うことができずに本当に申し訳ありませんでした。気にすることはないさ。しかしそうだな、何だったらこのまま朝まで3人でしっぽりと。それで書記官、帝都からは一体何と？王子殿下からのご下達、確かに受けたまわりましたとのことです。ただ王都から帝都まで半日足らずで到着できるとは想定していなかったらしく。今慌てて明日の式典の準備をしているようですね。なるほど、さすがにアルセイユの速度は常識外か。しくしく。
それはともかく、なんとか舞台は整いそうだな。せいぜい明日はみんなの度肝を抜くような衣装を用意するとしようか。白いふんどし一丁にギラギラ光るスパンコールのコートだけとか。それは確かに、自分も同行していたらぜひとも拝見したかったです。初期感。若いのになかなか見どころがあるじゃないか。どうだいレクター、君も一緒にアルセイユでテートに帰るというのは。そろそろ王国での仕事も終わりなんだろう。アルセイユには心惹かれますが、次の仕事が控えておりまして、お気持ちだけ頂戴させていただきます。おや、それは残念だ。まあ次の仕事もせいぜい頑張って。ありがとうございます。それでは私はこれ。二等書記官レクター・アランドール。やはり最小の手のものか。十中八九間違いないだろうね。徒歩でハーケン門を通過し、この大使館に赴任したのは一月前。ちょうど僕たちがアルセイユで浮遊都市に向かったのと同じタイミングだ。それが偶然であるはずがない。だろうな。考えられるとすれば情報局の人間あたりか。よかったのか、今まで放置しておいて。そこはそれ、こちらも最小閣下の出方は知っておきたかったところだしね。いずれ彼からの報告を通じて何らかのリアクションがあるはずだ。東部諸州の視察が終わった後、多分2週間後といったところかな。ふん、そこまで狙っていたか。分かった、ならば俺の方もそのつもりで備えるとしよう。ああ、よろしく頼むよ。ほう、なんだ、どうした。いや何、月が出ていただけさ。それも見事な満月だ。リベールの月もこれで見納めか。少々惜しい気もするな。君にもようやくガッシュの何たるかが分かってきたようだね。まあせいぜい頑張って、また見に来られるようにしよう。お互い生きているうちにね。そうだな。女王陛下、王太女殿下、今まで本当にお世話になりました。その上、アルセイユでテートまで送ってほしいというずうずうしい願いを叶えていただけるとは。このご恩、いつか必ずや何倍にもしてお返しいたします。とんでもありません。殿下のような国賓をアルセイユでお送りするのは至極当然のことでありましょう。こちらこそ
殿下にはいろいろとお世話になってしまいましたね。また機会があったらぜひリベールにいらしてください。その頃にはエステルさんたちも戻ってきているでしょうし、みんなで盛大に歓迎させていただきますから楽しみにさせていただこう。そういえばエステル君たちもそろそろリベールを立った頃かな。いや、今頃ロレントで旅立ちの支度をして、自分もその時には休暇をいただいて。なるほど、ハーメル跡は封鎖されているが、私の方で責任を持って入れるよう取り計らっておこう。二人によろしく伝えてほしい。承知しました。王子殿下、感謝いたします。何、あの二人にしてもらったことを考えれば、それカシウスさんにも本当にいろいろとお世話になった。あなたの協力がなかったら、アーもうまく帝国軍の師団を足止めできなかっただろう。ふん、それはこちらのセリフですよ。それにもうお気づきかとは思いますが、あの展開も想定の範囲内でしょう。かの鉄血宰相殿にとっては。そうでしょうね。実際あの状況でリベールを制圧するメリットは、エレプソレも効率が悪いとされる蒸気戦車などを開発してまで唯一あるとすれば、動力停止現象中も帝国軍が行動できるということを諸外国に知らしめること。おそらくそれが真の狙いのはず。その通り。よく動力停止現象というものは諸外国にとっては未知の現象です。今後同じことが他の場所で起きるかもしれないし、二度と起きないかもしれない。実際製造された蒸気戦車は少数だったそうです。ラインフォルト社の工房で通常の動力戦車の部品を流用して組み上げられたとか。つまりそのノウハウは現状では帝国にしか存在しない。そしてこの不透明な状況で蒸気を使った効率の悪い兵器など導入できる余裕はどの国にもない。結果的に帝国軍の潜在的な G 抑止能力はさらに高まることになる。まさに戦争を外交の道具としてコントロールしているわけだね。そんな事情があったなんて。やはり私はまだまだ至りませんね。この場合はかの宰相殿が尋常ではないと言うべきだろう。その発想はよしあしは別にして、時代の一歩も二歩も先を行っている。そんな厄介な相手に挑戦状を叩きつけてしまうとは、我ながら無謀もいいところさ。殿下。まったく、何を一言のように。今はご自分の足場を固めることに専念すべきでしょう。ですがどうかお気をつけて。ご自分の立ち位置だけは決して見失われないでください。わかりました。これで無様を晒すことになれば、わざわざアルセイユでテートまで送っていただく甲斐がないというもの。今のお言葉肝に銘じておきます。失礼します。
フィルダさん。助官長、いかあなたがそのように取り乱すのは珍しいですね。失礼しました。今しがたグランセル城に突然の、それがあまりに異例だったのでお話し中失礼かとは思ったのですが、陛下たちのお耳に入れようかと。異例の来客。うん、そろそろ私はおいとました方が良さそうだ。いえ、それにその方は陛下だけでなく王子殿下にもご挨拶したいとおっしゃっておりまして。何？ヒルダ夫人、その客人の名前は？はい、エレボニア帝国宰相ギリアス・オズボーンと名乗っていらっしゃいます。お初にお目にかかります。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーンと申します。このような形での突然の訪問、どうかお許しいただきたい。あなたが？そして我が親愛なるオリバルト王子殿下、ご無沙汰しておりました。1年ぶりぐらいでありましょうか。ああ、そんなところかな。しかし最初どうも話が見えないんだが。なぜ一国の宰相たるあなたが何の前触れもなくこちらに？しかるべき経緯を聞かせていただきたいものだな。これは失礼。実は先日より東部諸州の視察に出向いていたのですが、予想以上に順調にことが進みまして、いささか余裕ができたのでこちらに参上した次第なのです。殿下のようにまさに異変の最中にでも駆けつけたかったところなのですが、あいにく南部の混乱もひどく、その対応に追われておりまして、ようやく時間が取れたので思い余って参上させていただきました。前触れなき無礼をお許しあれ。なるほど、そういう事情なら私のことは気にせずご挨拶申し上げるといいだろう。ありがとうございます。改めまして、アリシア女王陛下並びにクローディア王太女殿下におかれましては、ご機嫌麗しゅう。この度の異変、帰国にとっては大変な試練であったことでしょう。心からのお悔やみと、異変が無事収束したことのお祝いをここに述べさせていただきます。痛み入ります。
こちらこそ。異変が帰国の南部にまで影響を及ぼしたこと、かねてより遺憾に思っておりました。なのにわざわざ最小閣下にご足労をおかけしてしまうとは、どうか心よりの感謝とお詫びをお受け取りください。何の、聞けば異変の陰には得体の知れん組織がうごめいていたとか。そうとも知らず、ただ帰国の力になりたい一心で軍を動かしたのはあまりに愚かで軽率でありました。さすがに皇帝陛下からもお叱りの言葉を受けたくらいです。まあ、ですが我が失態もオリバルト殿下の計らいでなんとか繕われたとのこと。殿下におかれましては心よりの感謝を申し上げます。それと異変収束の見届け役、誠にお疲れ様でありました。何、大したことはやっていないさ。それに陛下や殿下、そしてこちらのカシウス准将にもいろいろと助けていただいたからね。ほう、お初にお目にかかる。リベール王国軍准将カシウス・ブライトと申します。貴公の功名は我が帝国にも響き渡っている。こうしてお目にかかれて光栄だ。こちらこそ名高きオズボーン閣下にお目にかかれて光栄に存じます。しかしよもやこれほどまでに大胆な行動力が終わりだとは。どうやら閣下への評価を改める必要がありそうですな。なに、こちらも異変に際しての王国軍の対応には驚嘆させられた。いかなる事態にも対応しうる十にして五を体現した組織運用。図体ばかり大きい我が軍には望むべくもない理想の形と言えよう。はは、ご謙遜を。かの名高き帝国軍情報局は閣下自らの肝煎りであるとか、その方面での立て直しが急務が我が軍にとっては羨ましい限りです。お互いないものねだりというわけか。いやはやそのようですな。ところで最初、この後どうするつもりかな。あいにく私は今日をもってリベールをいとまするつもりなのだが。ええ、存じ上げております。何でも名高きアルセイユにて帝都に凱旋なさるのだとか。うん、さすがに耳が早い。私もご一緒させていただければとお願いしたいところなのですが、あいにくこの後他の予定が入っておりましてね。殿下とは別に私も午後にはリベールを立たなくてはなりません。まあ今宵の晩餐にはぜひとも招待させていただくつもりだったのですが。どうかお気遣いなく。ぶしつけなる来訪者には過ぎた凶王というものでしょう。ですが船が来るまでいささか時間がある様子。よろしかったら殿下、しばしお時間をいただけませんか。個人的にいろいろとお話ししたいことがありますゆえ。そうだな、私もあなたと個人的に話がしたいと思っていたところでね。それは偶然ですが、よろしければ部屋を用意させましょう。助官長、よろしくお願いします。かしこまりました。
さすが女王陛下ご自身が紅茶がお好きなだけはありますな。香り、温度、味わい、どれをとっても申し分ない。私はコーヒー糖ですが、これなら毎日飲みたいくらいです。その意見には同意するが、そろそろ本題に入っていただこうか。話というのは一体何かな。どうやらリベールでの滞在は殿下にとってこ何、以前お会いした時も大層柔軟で聡明な方だという印象を受けた。今の殿下はそれに加えて真の強さも兼ね備えておいでだ。さぞ陛下もお喜びになるでしょう。そういうあなたこそ相変わらずの豪胆ぶりだね。いや、以前会った時よりもさらに圧倒的なオーラを感じるよ。さしずめ、平凡した領土の広さだけの怨念をまとっているといったところかな。これは手厳しいですが、できれば平凡ではなく平合とおっしゃってほしいところですな。かの百日戦役以来、帝国軍が侵略行為に及んだことはただの一度たりともないのですから。確かにその通りだ。あくまで名目上はね。おお。併合された小国や自治州はどこもいくつかの問題を抱えていた。そしてその問題が深刻化し、両兵団などが入り込んできたところで、極度に治安困窮した現地政府の要請を受けて帝国軍が介入し、そのままうやむやの流れで併合が決定される。そのプロセスは全て共通している。確かにそのような共通性があるのは確かですが、ですがそれも激動の時代が生み出した必然でありましょう。帝国軍はあくまで帝国のため、周辺地域の安定を実現するべく然るべき対応をしてるだけですよ。それは非常に結構なことだ。だがそれにしては情報局の人間が周辺地域に赴きすぎているのは気になるな。しかも抱えていた問題が深刻化するよりも以前からだ。そのような情報をどの筋から入手されたのかはあえて問いますまい。全ては危機管理の思想によるもの。だからこそ我が軍はこれまでいくつもの有事を収めることができたのです。周辺地域の怨嗟とテロという危険と引き換えにね。正直あなたがこうして単身リベールを訪れたというのがいささか信じられない気分さ。今のエレボニアにおいておそらく一番テロの対象として狙われている人間だろうからね。恐れ入ります。
ですが、どうかご心配なく。優秀なスタッフのおかげでテロへの対策は万全でしてね。優秀なスタッフ、例えばあのレクター君か。変わり者ではありますが、なかなか使える男でして。今回のスケジュール調整からテロ対策まで段取ってくれました。おかげでこの後安心してクロスベルに向かうことができます。な、クロスベルの政府代表と極秘の会談を行う予定でしてね。最近共和国の資本が流れ込んで対抗勢力に押され気味なのだとか。一度行ってみたい場所でしたので、これを機会に訪れてみようかと。バカな。今のクロスベルは各国の勢力が入り乱れた状況だ。緩衝地帯であるのもいいことに、テロ組織や犯罪組織などの温床になっているとも聞く。そんな場所に非公式とはいえ帝国最初が乗り込むだと。それを言うなら殿下、あなたとて同じことでしょう。かの富裕都市に乗り込み、鬼殺という大任を果たされて地上に戻られた。それと比べれば、たかがクロスベル訪問ごとき子供の使いと同じこと。今本国で殿下はちょっとした英雄扱いですよ。その殿下が白き翼と名高いアルセイユで帝都に凱旋する、インペリアルクロニクルをはじめとする各方面への連絡も抜かりはない。まさに殿下が見込まれた通り、華々しいご帰還となるでしょうが。どうかこの機会を最大限に生かして、ご自分の足場を固めるがよろしい、殿下。私はあなたに大いに期待しているのですよ。久しぶり。変わってないね、お前。なるほど、いろいろとあったみたいだな。ま、主人ともども元気そうで何よりだぜ。先輩、これはクローディア殿下、ご機嫌うるわしゅ。勝手かとは思ったのですが、見学させていただいておりました。いや、それにしても本当に素晴らしい眺めですね。先輩、どういうことなんですか？どうして先輩がオズボーン宰相の下でこんなことをしているのですか？はて、何のことやら自分にはさっぱり。どなたかと勘違いされていらっしゃるのでは？レクター・アランドール、2年前までジェニス王立学園に在籍していた前生徒会長。先輩、あなたのことですよね？いえ、実は私の名前はレク・ターランドールと申しまして。ですから多分それは別人でしょう。
どうか私のことはレクとでもターランドールとでもお呼びください。ふざけないでください先輩。あんな風に突然退学届を出して何も言わずにいなくなるなんて、レオ先輩やルーシー先輩、それにジルやハンス君たちがどれだけ心配、うん、あの冷静なレオ先輩が怒鳴り声を上げていました。ルーシー先輩はレクターらしいって苦笑しながらも泣きそうな顔で、ジルやハンス君、それにもちろん私だって、なのにこの城に私がいると知って姿を現しておきながらなぜごまかそうとするんですか。レクター先輩。悪い悪い、そう怖い顔するなって。しかしお前さん相変わらず頭が固いね。王太女になってもクソ真面目なところは全然変わってないみたいだな。でもまあ安心したぜ。お前のことだから王太女なんかになったりしたら身動き取れなくなるかと思ったが、噂で聞いた限りじゃなんとかやってるみたいじゃないの。俺が学園を辞めてからいい出会いがあったみたいだな。先輩、はい、おかげさまで。でも私が変われたとしたら、その最初のきっかけをくれたのはレクター先輩、あなたです。あんな風に突然いなくなるから満足にお礼も言えませんでしたけど、私はずっと先輩に感謝していました。ああ、そりゃ光栄だ。俺にキスでもしてくれるか。しません。尊敬はしてますけど恋愛感情はありませんので。そりゃ残念。後輩がこんな綺麗になって少しドキドキしてたんだが。どうやら俺の一人相撲だったみたいだな。また心にもないことを。先輩の方こそ信じられないくらいきちんとした格好をなさっていますね。いつもヨレヨレの制服をだらしなく着ていた先輩が。バカ者、あれはファッションだ。あの適度にルーズでパーティーな着こなしは厳密な計算による演出でだな。今となってはその言葉も真実に思えます。学園生活を思うがまま謳歌し、あちこち楽しくかき回しながらも、先輩は賢者のように理知的でした。その理由の一端が今日ようやく垣間見えた気がします。改めてお聞きしますが、先輩どうしてオズボーン最初のもとへ。学園を退学してから一体何があったのですか。期待しているか。それは全く予想外の言葉だな。私はてっきりあなたがわざわざ釘を刺しに来たと思ったのだが。まさか、どうしてそのようなことを。私と殿下はそもそも同じ立場にあるというのに。何？殿下、あなたはエルボニアという古い帝国を憎んでいるはずだ。あまたの貴族によって支配され、具にもつかない因習としがらみにがんじがらめになった古い体制を。そうではありませんか。鉄血宰相などと大行に呼ばれているようですが、
帝国における私の立場はまだまだ決定的ではありません。デートでの支持者は多いとはいえ、未だ諸侯の影響が強い地方での支持までは集めきれていない。帝国軍への影響力は認めますが、それでも7割程度。残りは諸侯の支配下にあり、それに彼らの施設軍が加わったら立場は完全に逆転するでしょう。私も未だ帝国における主導権をめぐって戦いの最中にあるのですよ。だからこそ鉄道軍を全土に敷き、帝国全土に風穴を開け、領土を拡張することで新たなる発言権を得るか。やはりあなたは私の一番の理解者のようだ。改めて私に協力なさい、殿下。あなたが協力してくれれば私の改革も勢いづくでしょう。腐敗した貴族勢力も互いに結託する暇もないまま崩壊へと導かれる。それはあなたが最も望んでいることのはずだ。最初一つだけ、キク結社とはどのような関係だ。何をおっしゃっているのか。イスターだ、改革のためならば利用できる要素は全て利用する。それが私の政治理念ですよ。なるほど、確かに我々は気が合いそうだ。しかしだからこそ、その申し出は断らせてもらおう。ほう。確かに私は腐敗した貴族勢力をあまり好きにはなれない。いや、あなたの言う通り、憎んでいると言ってもいいだろう。だがそれ以上にあなたのやり方が怖いのだよ。あなたのやり方はおそらくある種の幻想を作り上げることで国家全体を熱狂に巻き込むことだ。その熱狂の中において確かに旧勢力は打倒されるだろう。だが一度回り始めた歯車がもはや止まることはありえない。全てを巻き込みながら際限なく成長を続けていくだろう。最初あなたはそれが分かっているのか。もちろんですとも。まさにそれこそが私の改革の第一段階なのですから。その先は殿下、あなたが私に協力する気になったらお教えするといたしましょう。まずは納得のゆくまでご自分の足場を固めるがよろしい。もっともそのためにはあなたが嫌っている貴族勢力すらも手なずける必要があるでしょうがね。何もかもお見通しということか。正午の鐘、そろそろ船が到着しますか。それでは殿下、
私めはこれで失礼いたします。2週間後また帝都でお会いしましょう。話は終わったようだな。どうした、随分と疲れた顔をして。いや何、改めて自分が喧嘩を売った相手の怪物ぶりを思い知らされただけさ。おっと、そろそろ船が来る頃合いか。そんじゃ俺はこれで失礼させてもらうぜ。じゃあな、今度は帝国産のサラミでもお土産に持ってきてやるよ。待ってください、また何も明かさずにいなくなってしまうんですか。そうだクローゼ、お前ひょっとして好きな男ができたんじゃないか。え、あった図星だったか。いやいいね、初恋っていうのは胸キュンドキドキ甘酸っぱいって感じだろ。もうふざけないでください。好きな男の子ができました。この前ちょうどこの場所で振られてしまいましたけど。ってマジかよ。さすがにそんな偶然は俺も予想してなかったぜ。怪しいですね、先輩は本当に何でも見通しなんですから。ま、この俺様も万能じゃないってことさ。だからこそ世の中は面白い。よかったな、クローゼ。恋の痛みを知ってこそ、女は一人前ってもんだ。また一歩、なりたい自分に近づけたんじゃないのか？先輩。先輩の方は、どうなりたい自分に近づこうとしていますか？あの宰相殿の元にいることで。別に俺はなりたい自分なんてないからな。ただ面白そうって理由だけであのおっさんについてるだけさ。王立学園に入る前からな。王子も結構やるけど、あの化け物みたいな親父にはまだまだ及ばないね。まあせいぜい気をつけるように言っときな。踊り疲れたところを怪物に飲み込まれないようにってな。レクター先輩。
鉄血宰相ギリアス・オズボーン殿ですか。専用艇くらい持ってるでしょうに。わざわざ民間の船を使うなんて。噂には聞いてたけど、相当とんでもない相手みたいね。なかなかスリルがある相手だよ。それよりもシラク、わざわざ見送りすまなかったね。ちょうど仕事でオートに用事があったついでよ。その様子じゃ当分会えなくなりそうな雰囲気だしね。僕の夢はあくまでシラ君みたいな美女と一緒に気ままな日々を送ることなんだがね。はいはい、ま、早くそんな身分になれるよ。そういえばあの最初のそばにいた若いのは何者なの？妙に隙のない足運びだったけど。ほう、わかるかシェラザード。ええ、それはもうここしばらく格上の相手ばかりとやり合っていましたから。レクター・アランドール、帝国政府から出向していた書記官さ。どうやら今回の最初の訪問は全て彼が段取りを行ったようだね。何者かは知らないが相当優秀な参謀役なのだろう。オリバルト殿下、実は私。え？あら、それは本…はい。なんと、もしやそれは鉄血宰相に連なる者が僕よりも前にリベールを訪れていた。つまりそれは宰相独自の情報網がすでにリベールに構築されていた可能性を示唆している。うん、その可能性は高そうですな。情報部のクーデターから今回の輝く輪の異変までその一部始終を把握されていてもおかしくはないでしょう。から殿下への伝言を受けたまわりました。踊り疲れたところを怪物に飲み込まれないよう気をつけろ。やれやれ、痛いところをついてくるね。なんだか別の快感に目覚めてしまいそうだよ。だがやられっぱなしは正直あまり趣味じゃないかな。ユリア大尉、出航したら一つお願いがあるんだが。オリバルト王子、悪くないし、どのように動いてくれてもそれはそれで使いようがある。あんたにとって全ての要素は駒だからな。あの王子もこの俺も、そして見喰らう蛇とやらも。そう、そして私自身もだ。帝国という巨大な盤上を舞台にした魂が震えるような激動の遊戯。お前もそれが見たいがために私についてきているのだろう。否定はしないけどな。でもこのコマはいつ裏切るかわからないぜ。それならそれで構わんよ。私がその可能性を考えていないとでも思ったか。言ってみただけさ。ところで他の子供たちはどうよ。
どの軍も順調のようだ。この軍では王子の頑張りも無駄に終わる可能性もあるだろう。やれやれ、少し手を抜いてあげるとしようか。アクシルの親父だ。まあ最小学科あんまり侮らない方がいいかもしれないぜ。鉄血最小にどこまで食い下がれるか、せいぜいお手並みを拝見させてもらうとしようぞ。
動力技術の最高き娘。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。チビスケに押されてついつい月末の金曜日とか言っちまったが、飯を食いに行くために毎月スケジュールを調整すんのもな。いいか、あいつには借りもあるしな。なんだ急に寒気が。風邪ひいたわけでもねえみてえだし。交換作業はこんなところかな。この機銃は新式だからいろいろ調整が必要になるけど。これで武装強化も一通り済んだわね。徹夜で作業したおかげでオーバルギアの機動性能も 16% アップしたし。一度データを取りましょう。普通は初めに基本的な動作テストだけをやるんだけど、まあティータが手伝ってくれたおかげで、ついでに簡単な戦闘くらいは行えるかな。やるべきよ。何しろ都合よく生贄がやってくるんですもんね。ティータ、今日はゆっくり眠れ。うん、大丈夫。このオーバルギアに徹底的にいたぶられて床に這いつくばる赤毛。あー、目に浮かぶわ。おかだからね、アガットさんは悪い人じゃなくて。気にしなくていい。エリカさんの表現は少し言い方が悪いけど、アガット君がどういうつもりでティータに近づいてるのか、それを確かめたいだけなんで。乱暴なところもあるけど、本当は優しくていい人なんだよ。そうか。それは僕もいささか心配になってきたな。何度も説明してるのに。そろそろ手配しておこうかしらね。ダン、最終調整は任せます。私は少し出かけてくるわ。行くんだね。ええ、ここまで聞いておいて。黙つ水とにしろ。えっ、お母さんどこ行くの。待ってよ。うわ、お母さん。なんじゃい。お怪我はありませんか、お父さん。なんともないがの。何を急いどるんじゃ、エリカのやつは。始まるんですよ、例のテストが。君も相当親バカじゃの。
掲示板の仕事でも片付けとくとするか。すげえ殺気を感じた気がするが、あつっても工房の研究者が依頼に来てるだけだ。気のせいだったか。あら、なんてことかしら。そこの若毛はアガット・クロスナーじゃない。哀れなものね。ああ、処刑の準備をしているところにのこのこやってくるなんてね。ちょうどよかったわ。直接伝えておきましょうか。実はあなたにぴったりの死に場所が用意してあるのよ。さっさ中央工房に来なさい。誰だあんた、俺に喧嘩売ってんのか。喧嘩だなんてとんでもない。これは依頼よ。遊撃士アガット・クロスナー宛ての依頼。なわけのわからねえ依頼があるかよ。俺に依頼したいんならもう少しまともなやつを持ってくるんだな。ああ困ったわね。こんなに物分かりが悪いだなんて。自分の罪くらい自覚しておきなさいよ。もじゃねえぞ。いいこと、耳の穴かっぽじって聞きなさい。この依頼はね、オーバルギアとあなたを比較して機体性能を調べるためのものなの。あなたはオーバルギアの改良に貢献するのよ。そうすればあなたの罪も。何をわけのわかんないことは。いいか、依頼ってのは本当に困ってるやつが出すもんだ。遊撃者便利屋じゃねえ。あんたみてえな冷やかしに付き合ってる暇はねえんだよ。あらあら、怖いのかしら。ああ、街の中を探したし、家の方にもいなかった。お母さん、だから言ってるじゃない。この実験に参加したら原型を考えてあげてもいいわよ。今のお母さんの声だ。もしかして。そんなに手伝ってほしければな。チータ、あがったさ。それにお母さん、そうそう、もう一つ言っておかなくちゃ。私のチータの半径1セルズ以内に近づくな。分かったな、この身の程知らずが。おい、ちょっと待てや。おい、何だったんだ。それにチータを連れて行きやがったが、まさかあのチビスケ、危ない奴にさらわれやがったか。その心配はないわ。キリカ、いたのかよ。彼女はエリカ・ラッセル、ティータの母親よ。母親？あいつが。はあ？2週間ほど前かしら、あの子の両親が帰国。ダン・ラッセル氏とエリカ・ラッセル博士、
多少混乱があったと聞いているけど事実よ。取り込み中のようだけど仕事の話をしてもいいかしら。おう、夕方までは空いてるからな。軽い依頼ならいくつかこなせるぜ。ではまず中央工房からの依頼、新兵器オーバルギア試作機の各種実験への協力。オーバルギア、ちょっと待て。エリカ博士の依頼は正式なものとして受理している。アガット、あなたを信じ、本気で依頼出してやる。オーバルギアについてはエリカ博士の説明では、リベールの動力技術開発はラッセル家が総出で行っているらしい。場所は中央工房みたいね。新兵器だと。おい、今ラッセル家が総出とか言ったが、もしかしてそれにティータも入ってんじゃねえだろうな。さあ、そこまでは聞いていないけど、あの子そろそろ見習いを卒業して正式な技師になるという話だから、そうなのかもしれない。アガット、何か問題が？あいつの両親なんざ、ティータのやつから少し聞かされてる程度だったな。話と全然違うじゃねえか。おまけにどこか行かれてやがるし。あの女がティータを巻き込んで新兵器の開発なんぞ。キリカ、その依頼一旦止めとけ。保留という意味かしら。ああ、俺が事情を確かめてくる。勝手に。
やあ、君がアガット君だね。こいつただの整備士じゃねえな。そうか、あんたがダンだな。噂は聞いてるぜ、元遊撃士だってな。ああ、ひょっとしてカシウスさんから聞いたのかな。いや、ティータやラッセルのじいさんから少し聞いただけだが。それもそっか。そういや、確かこいつ10年ほど前に遊撃士を辞めたって聞いたが、ちょうどカシウスのおっさんと入れ違いくらいだよな。なら、それほど踏み外したやつだとは思えねえが。あんたら新兵器を開発してるんだってな。それをティータのやつに手伝わせてるってのは。ん？ああ、もう手伝いではなく正式な参加だけどね。ティータもこの2年で随分腕を。そろそろ僕が教えられることも少なくなってきたな。ちっ、やっぱりそうか。お前ら自分の娘に何させてんだこら。ん？仕事で忙しくてなかなか家に帰ってやれねえってのはまあわかる。あいつは機械いじりとか好きだからな。発明の手伝いをさせるっつうのもわかる。だがな、兵器の開発なんて娘に触らせるもんじゃねえだろ。常識で考えるよ、常識で。何笑ってやがる。アガット君、ティータのことを信頼しているかい。はあ、はぐらかしてんじゃねえよ。お前らあいつを巻き込んで。アガット君、君の話は方々から聞いている。しかしこれだけは君の口から聞いておきたくてね。君は機会があるごとにティータと行動を共にしていたようだけど、それはティータが頼りなくて放っておけなかったから、それともただの成り行きかい。君は一体どういうつもりだったのかな。そんなこと知るかよ。だが、あいつにはいろいろと助けられてきたからな。最初のうちは危なっかしくて見てられなくて守ってるだけのつもりだったが、なんのことはねえ、俺の方が世話になったくらいだ。そういう意味では俺はあいつを信頼してるぜ。あんたらの娘は実際大したやつだよ。なるほどね。常識のねえやつかと心配したが、どうやらそういうわけでもなさそうだな。おい、ティータがその兵器開発に参加してんのには何か理由があんだな。話せよ。だあ、そうだね。ま、君には伝えておこうか。
君は殲滅天使レンとパテル、あのとんでもない小娘とバカでかい人形兵器だろ。ティータはね、そのレン君のことを友人だと言っていた。普通に考えればそんな話はあるはずがないんだが。いや、知ってるさ。あいつは特に何も言わなかったが、不自然なくらいその話題を避けてたからな。そうか、なら話は早い。オーバルギア計画はもともと結社の驚異的な技術力、軍事力に対抗するために始まった計画でね、最終的にはそのパテルマテルに対抗しうる能力を持つのが目標だ。そしてティータはこの計画に自分から参加したいと言ってきた。僕もエリカさんも反対したんだが、ティータはレン君に関わりたいと言って聞かなかった。これが自分がレン君のためにできることだからと言って。ティータはレン君を実際にどうにかしたいわけじゃないんだろう。ただオーバルギア計画に参加すればレン君のことを考え続けていることになる。届かなくても会えなくてもつながっていられるからね。本当に小さな関わりだけど、それが今のあの子にできる最大限の努力なんだろう。あいつ、そんなこと。だからやつさ、いつの間にかそんなものを背負い込んでるとはな。ティータは今一人の技師として働いている。エリカさんの判断でね。そこまでの覚悟があるのに子供扱いするわけにもいかないから。ダン、もう一つ教えろよ。そのオーバルギアってのはどこ行くのかい？ま、ほっとくわけにもいかねえだろう。あいつはほっとくとまた無茶しやがるからな。お父さんの言っていた通りだね。君はなかなか見込みがあると思うよ。何の話だ？お父さんってな。これを渡しておこう。エレベーターでこれを使えば実験場がある地下5階に行ける。ティータもエリカさんもそこにいるだ。だが行くなら覚悟を決めた方がいい。エリカさんも君のことを試したがっていたからね。そんなのはどうでもいいさ。俺はただティータの実験に付き合ってやるだけだからな。ダン、あんたはどうするんだ？実験には来ねえのかよ。心配しなくてもいい。僕も実験には立ち会うよ。僕もまだ君のことを認めたわけではないからね。だから何なんだよ。ここか？チェックも完了。もう一度シークエンスの流れを確認しておこうかな。お母さんたちどこか行っちゃったし。てっきり動力砲が何かかと思ってたが、よくもまあこんなものを作りやがったな。ごめんなさい。
から説明してるんですけど、全然分かってもらえなくて。ああ、そんなんじゃねえ。心配すんな。え？その、お前が正式に技師として頑張ってるって聞いたからな。ま、今日は応援代わりに付き合ってやろうってことだ。オーバルギア実験の手伝い。ひじ。協力感謝するわ。やっと罪を認めて懺悔する気になったのね。 またわけわかんねえことを言いやがって。今ティータに接近してたでしょ。そうよね、接近してたわよね。決定的証拠をつかんだわ。その目はやめろってな。まあメカオンチはメカオンチじゃが、あれはあれでなかなか面白いじゃろ。そうですね。その点も少々懸念していたのですが、ついていけない話題でも頭ごなしに否定しない点は評価できるかもしれません。あんたらなんでそんなところに。つうかダン、あんた屋上にいたんじゃ。言わなかったかな。テストには立ち会うって。こいつも何考えてんのか読めねえ。アガットクロスナー、しかとしてんじゃないわよ。まあ予定通り揃ったようじゃし、そろそろ始めましょうか。よくやったわティーター。いよいよテスト開始ね。ヌフフフハハ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 ハ。モニタリングデータリンク異常なしじゃ。準備が整いましたね。それではアガト君、これよりオーバルギアバージョン 0.5 の動作実験を開始する。心の準備はいいかな。ああ、ここまで来たら逃げも隠れもしねえさ。ではまずこれだけは約束してほしい。実験の最後には君とオーバルギアとで模擬戦闘を行ってもらうが、もしティータにかすり傷一つつけたら私がエイドスの元へ送ってあげるわ。まあ端的に言うとそういうことだ。怪我だけはさせないようにね。分かってる。手を抜くつもりはねえが、怪我させるつもりもねえよ。十分だ。それではまず、
みしある。実験中は君の身体データをリアルタイムで取らせてもらう。この試作機の基本的な運動性能はお札性能比較にはちょうどいいだろう。実は嫌がらせとかじゃねえだろ。気にしすぎだね。さてと、それではエリカさんお願いします。よし。キャーッゴー。なんなんだ。エリカさんの成功温度だ。大きな実験の前には必ず行う。さあ気合満点。よし、セットアップ完了。お母さん、まだあんなのや。ただのジンクスじゃ。統計的に見ても成功率は大して変わっとらんの。どれ、シークエンス管理はわしが変わって。うわ、気が立ってるから刺激しないように。第一の実験は走行テストだ。実験場の外周を3周してもらう。途中障害物などもあるから気上がっとくん。ああ、俺は一応それでは位置についてくれ。よーい、スタート。別に飛ぶのは反則じゃないよ。ジャンプ時のデータを取るのも予定のうちだからね。今回は多分君が油断してたんじゃ。おい、なん。次の実験は精密制御テストだ。4色のドラム缶を対応する色のタイルの上まで押していってくれ。見た目より難しいから油断しない方がいいよ。こいつで負けたら人間のくせに不器用とか。それでは始めようか。始め。どんなもん。あら、なかなかいいデータね。ピーター、よくやったわ。操縦も上手くなってるじゃない。でもやっぱりお父さんの調整のおかげだと思うよ。アクチュエーターのチューニングなんかも完璧だもん。そうね、ランにこういうことやらせるとほんと器用なのよね。このアームなんか全動作が加速だし。おい、こっちは無視かよ。実験の目的はあくまでデータを取ることだからね。でも次は違うよ。さあ、ここからが本番よ。最後は総合能力を見るため模擬戦闘を行ってもらう。両者位置についてくれ。はい。へいへい。分かってるとは思うけど、オーバルギアだけを狙うこと。ティータにかすり傷一つつけたら。即死罪よ。だから分かってるっつったんだろ。
準備はいいかな？ああ、いつでも来いよ。相手が悪かったな。ま、うわ上がっとクロスナ、今反則したでしょ。反則？俺はそんなことしてねえぞ。いいえ、何か目に見えない力を使ったでしょ。そんなもん。とりあえず今回の勝負はアガット君の勝利ということだね。しけー、よし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 。おい、実験はここまでなんだよな。依頼終了ってことにさせてもらうぜ。ダン、そういえば昨日この赤毛小僧と一度手合わせしたいとか言ってたわよね。え？ああ、まあね、彼のことはカシウスさんから少し聞いているし。なんだか嫌な予感がするぜ。決まりね。さあ、早く獲物を取ってらっしゃいな。まあ、今でなくてもいい気がするんだけど。さあ、早く早く。言っておくけど、怪我で引退したとはいえダンは強いわよ。何せ10年前カシウスさんに棒術の基礎を指南したくらいだから。まあカシウスさんもその後は自分で棒術を極めたみたいだけど、それでもどのくらいの実力かわかるわよね。そんな話を聞いちまったらこっちも後には引けねえな。待て、もう実験は終わりだろうが、なんでいきなりそんな話になりやがる。まだよ。ティータの体も調べないとね。万が一かすり傷の一つでもついてい、ティータ降りてらっしゃい。ティータ、どうかしたの？変なエラーが出ちゃって。あ、どうなっちゃってるの？ん、いけない。コマンド受け付けない。ティータ、一旦システムを落としなさい。それがなんだか言うこと聞いてくれなくて。おい、どうなってる。俺にも分かるように説明しろ。そいつ暴走してんのか。逃げて、逃げて。
れで決まりだ。相手が悪かったな。チーター、無事か？動きは止めた。さっさと降りてこい。それがベルトが引っかかってて。チーター、よかった。はあ、間に合ったか。みんな怪我はないか？ええ、私とティータは。でも、アガットさん、アガットさん、アガットさん、私のせいで。ごめんなさい。私いつも勝手なことばっかりで、そんなことばっかりだから。私の勝手なわがままのせいで、レンちゃんに近づきたいだなんて何もできないくせに、するからこんなことがしたいわけじゃなかった。こんなことを望んでたわけじゃなかったのに、なのに、なのに。うるせえ、頭ガンガンしてんだ、大声出すんじゃねえ。この程度でくたばるわけねえだろ。ったく、大したパワーだぜ。斬撃は銃剣で止めたからよかったものの、まともに食らってたら今頃はあの世行きだぜ。大して怪我はねえんだっつの。メソメソしてんじゃねえよ。だって私のせいで。アガットさん、ごめんなさい。私もうこんなことやめます。この程度で諦めてんじゃねえ。簡単に諦めてんじゃねえよ。お前、あの蓮のやつに近づきたいって思ってんだろ。あのとんでもねえ小娘のこと分かってやりてんだろ。
諦めんじゃねえよ。ハガットさん、俺はな、ティータ、くだらねえ10年を過ごしてきた。本当にくだらねえ10年だったが、それでもこいつだけはどうしても捨てられなかった。絶対にそれでいい。だからこそ俺は今遊撃地をやってんだからな。どうしても捨てられねえものがあんだよ。いくら忘れようとしても絶対に忘れられねえものがな、ティータ。お前もそんなものを見つけたんじゃねえのか？あ、そうだ、私は、私にできることをやっていくって決めたんだから。アガットさんが遊撃士であるように、私は研究者なんだから。そうか。なんでもねえよ。なんだお前ら。はあ、やれやれ、これは仕方がないかもしれないわね。だから言っとるじゃろう、この赤毛はの、不器用で不愛想で鈍感で柄が悪いが、それなりに見どころはあるんじゃよ。まだ準備中だけど、早急に赤毛のテスト第二段階を実行しないとね。おい、何の話してんだ。見直したよ、アガット君。約束通り、ティータも無傷のようだしね。夕方、家の方に来なさい。は？あ、いや、初めから晩飯食いに行くって約束で。歓迎しますよ。なぜ敬語になってやがる。あ、ハガットさん、さっきはありがとうございました。私、また守ってもらっちゃって。そんなことはどうでもいい。それよりティータ、すまんが今日の晩飯は、キノコと山菜のお鍋と海藻たっぷりのスープです。お父さんとお母さんもアガットさんのこと分かってくれたみたいだし、今日はみんなで一緒にお鍋ですね。そうだな、すげえ楽しそうじゃねえか。おい、そっか、最終チェックの時に私が気づかなきゃいけなかったのに。リータ、まだここが原因だって決まったわけじゃないのよ。簡単に判断したりしないの。反省するのも責任を感じるのも原因を突き止めてからにしなさい。あ、でもやっぱり、なんだこのハンマーは。あ、危ねえな。あれ、今アガットさんの声がしなかった？さあ、気のせいじゃない。そろそろ約束の時間だよね。私、
お料理を温め直しておかなくっちゃ。なぜカイロから槍が。ああエリカ、槍はやりすぎかと思うんじゃがな。そうですね、せめて落とし穴くらいで。うわっ。アガット君が到着するまでどのくらいかかりそう？彼とはもう少し腹を割った話がしたいと思ってるんだけど。それはエイドスのみぞ知るよ。なかなか検討してるみたいね。だけどよ、アガットクロスナー、試験はまだまだこれからよ。動力技術の最高き娘、心得た。